はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、佐賀にありますキャンバスさん、はい、来てるんですけども、もうね、キャンバスさんね、いろいろイベント精力的に出てるんですが、今回なんと、はい、新しいイベント、新しいイベント、はい、出店するということでね、店長の矢野さんにいろいろ聞いてみたいと思います。よろしくでございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで矢野さん、はい、何に出る、ですね、今度出るのは、うん、また佐賀テレビさん監修のイベントになるんですが、はい、今回佐賀テレビさんが55周年という節目の年を迎えまして、はい、そしてあの佐賀にですね、うん、この大きい佐賀アリーナっていうのができたんですよ。できたの、新しい、はい、新しくできました。すごいじゃん。運動公園的なところと体育館的なところ、あら、はい、ここでイベントを開催しますよ。これってどこにあるの。これ佐賀のですね、佐賀、佐賀駅からバスでおよそ10分くらい、ぐらい、はい、佐賀の人は結構知ってるぐらいなのに。そうです、佐賀はもう結構中心街になりますね。あ、はいはいはい、はい、そこにできた、大きいとこ、はい、できました佐賀アリーナ、うん、ここで初めてのイベントになるんで、うん、出店してみようと。お、はい、いつやるの。これ4月の27から29日、うん、あ、すごいじゃない。だってゴールデンウィークしょっぱなじゃない。はい、うん、そうですそうです、始まったばっかりのゴールデンウィーク3日がに、はい、そのイベントに出展します。出展しようと、はい、まだちょっと内容が全部発表されてないんであれなんですけど、うん、結構有名どころのアーティストさんも来られるんで来て、はい、ブース出展みたいな、お祭りみたいな、お祭りみたいな感じですね、はい、でうちはうちのブースがありまして、うん、でなんだったらあのステージもあるらしいんですよ。何、矢野さん歌う。いや、そういうのじゃなくて、あ、そういうのじゃないブース各所がこう持ち寄ったステージみたいなところを作って、あ、そういうやつ、はい、うん、うちはそのステージの上に、うん、一番大きいサイズのハイエースのキャンピングカーをドーンと飾らせていただいて、はい、で細々したものは自分たちのブースのところでちょっとこう展示させていただいて、うん、展示するというところで、はい、でもそんなのができるぐらい、じゃあ大きいんだね。大きいですね。あら、はい、素晴らしいじゃない。実は僕もまだ中入ったことないんですよ。できたばっかりでしょ、うん、そうなんです、ねなかなかこう行く機会なくてですね、うん、入ってないんですけど、でそこでイベントやるというところで、はい、でもまあ佐賀テレビさんが主催してるんだから多分ね、なんか CM 流したりとか、そうですね、テレビ局取材に来たりとか、はい、当日はあの館内にある大きいビジョンでこう CM を流してくれるらしいので、あら、はい、矢野さん出る。いや、僕は出ないCM の方は僕出てないです YouTube、 でもあれじゃないの、 YouTube ばかりなので。あの秋にもイベントやってたでしょ。はい、秋にもイベントやってました。あのなんか 駅前の、そうですね、広いとこ佐賀城の周りでこうイベントが、ト野外イベント的な、ね、あれもだって佐賀テレビがなんか、そうですそうです、佐賀テレビさん監修でやってる、ね、監修でやってる、はい、あれ時も何なんか取材とかされた。取材されました。あのテレビにもあの取り上げていただいて、出た、はい、お笑い芸人さんとこう恋話しながらテレビ出ました。あちょっとその映像ないの。その映像はもうないかもな。ない、うん、ないかもしれない。あれそれ見たいな、はい、見てる方は見てるかもです、ね、見てるかもしれない、はい、じゃあ今回もそういうのが、うん、あると、ある、はい、思います。矢野さんあれですよ、バッチリスーツ着て。いやもうスーツはいいかなバッチリスーツ着てガッツリメイクして、はい、ねえ、そんな芸能人食ってやろう逆に上に行こうそれはちょっとあのレベルが高すぎですよ。いや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 、そんないやいやいや、いけますかね。いけるいける、いけます、うん、そう言われるとちょっといける気がしてくる。そうでしょ、うん、やりましょう前も私言ったじゃないですか、ジャパンキャンピングカーショーで、ねえ、矢野さんちょっとスーツ着てバシッとやるとなんか、そうですね、中洲のソフトでも、そうですね、ホストまがいな感じでホストでも大丈夫だってねいう話を言ったんで、はいはい、もうぜひ、もう年が年だって頑張れる限りで頑張ります、ね、いやいやいやまあまあちょっとそれは置いといて、まあ、あの今回ね、はい、4月の27、28、29、うん、ゴールデンウィークしょっぱな3日間、はい、佐賀テレビさん、はい、開局55周年記念、55周年記念ゴーゴーハルフェス、はい、ゴーゴーですね、うん、ゴーゴーハルフェス、ハルフェス2024 in 佐賀アリーナということで、はい、ね、キャンバスも出るんで、はい、はい、まあちょっとね、イベントの内容っていうのは、はい、佐賀テレビのホームページ見るなり、イベントそうですね、ね、ホームページ上では4月の16日からなんかこうイベントの内容どんどん出るみたいなので、じゃあもう上がってる感じね。そうですね、はい、はい、なのでぜひね、そっち見て、はい、ホームページから調べていただいて、はい、はい、ね、たくさんの人来ていただけると思います。そうですね、うちだけじゃないいろんなのが出るイベントなんで楽しいかと思います。そうですね、多分だから、はい、フードコートというか、そうですね、食べるとことかね、はい、いろいろ多分出るはずでございますんで、はい、っていうかね、あの雨降っても建物の中なら大丈夫。そうなんですよ、そこいいですよね、暑くないし寒くないしみたいな、そう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 、はい、一番いいですよね、ね、はい、なのでぜひね、皆さんね、あの来ていただけると思います、はい、ということで矢野さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。